ピエール・ビエトリーは、フランスのサンディカリスト、政治家。当初は、社会主義やマルクス主義の支持者であったが、後に右傾化して、労使協調に基づく労働組合主義である、黄色社会主義の立場に立ち、一部では、ファシズムの先駆ともみなされている。ジャーナリストで、ホワイトハウス報道官のピエール・サリンジャーの母方の、祖父。ビエトリーは、フランスのコミューンである、 フェッシュレグリーズで生まれ、13歳の時に、フランス領をアルジェリアに移民して、4年間滞在して、帰還した。帰還するとマルクス主義のフランス労働党に入党し、フランシュコンテでの彼の活動により、党の帰還し、社会主義者で受賞した。彼はまた一時期、ジュール・ケイドの支持派に参加した。1898年から1901年の間、 ビエトリーは一連のストライキで活動し、1899年にはパリの労働者の更新を指導した。これらの活動の失敗への失望から、従来の社会主義から立場を移しある時に、ゼネストに対し反対の立場を取るようになる。その代案として労働者階級の苦しみを軽減するための階級協業を提唱し、1900年にポフオーリト。それ以降は、 非政治的な労働組合活動と労使間における協調主義的関係を主張し、1902年には労働組織としてフランス王職国家連合を結成、翌1903年には政党として国家社会主義党を結成した。当初でこそ定調だったものの、ナショナルセンターによる強行路線が概ね頓挫した後の1910年から1911年にかけて、 多くの穏健な労働者がビエトリー派指示に変わっていった。マルクス主義の赤色と対比させたビエトリーの黄色運動は協調主義的ながらも反資本主義、愛国主義的な側面、さらには反ユダヤ主義的な傾向を有していた。そのため、ビクトル・アンリ・ロシフォールやポール・デルレード、エドワール・ド・リュモンをはじめとした伝統的な保守主義者からも支持を獲得した。 アクションフランセーズに対しても、人時じき共闘の姿勢を見せていたものの、ビエトリーの頑固な個性と運動の主導権を握りたい。フランセーズ側で折り合いがつかず結局喧嘩別れに終わった。1906年の議会選挙で当選した。シャルル・モーラスや彼の支持者が右への先導に主な焦点を当てるようになり、ビリトリーが影響力を与えた時代は、結果的には短命だった。 1909年の黄色運動の最後の会議で、彼は1919 19年の議会選挙への再出馬を否定した。彼は1918年に最後んで死亡した。ありがとうございます。